ライズオブ P パート2、やっていきます。まずはオープニングムービーから。はい、ということで前回は最初のボス、パレードマスターを倒し、謎の女性の声に導かれるまま、無事にホテルクラットにたどり着きました。I'm so happy to see you. I am Sophia. I've been waiting for you. Searched.All over the city of Krop to find you. You must have questions. He was last seen on Elysian Boulevard. All of Krop is deemed. Please find Geppetto on Elysian Boulevard. Look at Gemini. Genius. That's proof you're broken. I'm no inventor. Wait. Krop is a labyrinth of peril. Be careful. 話をまとめると、エリシオン大通りにゼペットさんがいるから見つけてきてくれ、とのこと。また、腰につけているモナドのランプの中のジミニーはおとなしすぎてへん、とのことです。ここはショップみたいです。The Grand Covenant is a set of first law, second law, third law. A puppet protects and serves fourth law.人形は、創造主に従え、人を傷つけず、人を守り、嘘をつかない、これが偉大なる約束と呼ばれる原則だそうです。ロボット三原則っぽい感じですかね。Unexpected guests are welcome. Oh, I knew from the moment of shame. If it doesn't turn up soon, oh, it comes with a long. Please find that old man.このホテルのオーナー、アントニアの話によれば、主人公を作り出したのがゼペットさんだそうです。まだ何のことかさっぱりですが、とりあえずゼペットさんを見つけるのが次の目標みたいですね。もらった衣装に着替えて、さらに探索していきます。I heard about you from Geppetto, but to see you, you should take this.リージョンアームを獲得しました。戦闘用っぽいのでまた後で試してみましょう。さらに、このユージェニーの工房では武器の強化も可能、素材を消費して、初期武器のブレードを一段階強化しておきます。Use my power to... Ergo is the mirror. Without ergo, when you move, gather more ergo. 冒頭のオープニングムービーにもあった通り、青い石、エルゴが人形たちの原動力のようです。
敵を倒すなりで獲得できる経験値でもあり、買い物の際に必要なお金ともなるため、キャラ育成にはエルゴが欠かせない要素となっていますね。そんなわけで、冒険の拠点となるホテルクラットの説明はここまでにして、ゼペットさんを助けにエリシオン通りに向かいます。人の亡骸がゴロゴロ転がっており、不穏な雰囲気ですね。おとなしかったジミニーですが、気さくに話しかけてきました。クロウサギ兄弟、という新しい単語も出てきましたが、今は何のことだかわからないので、頭の片隅に置いておきましょう。スターゲイザーを修復、今後の冒険の足がかりとします。隅々まで探索したい性格なので、分岐があると苦悩します。いや近じゃなくて、狭いところで戦うと障害物に弾かれるモーションあるの要注意ですね。てなわけでしばらく倍速。エリシオン通りは本来はお金持ちの繁華街だったみたいです。これは逆側から開通できるショートカット扉ですね。ここで、リージョンアームを試してみます。先ほどもらったパペットストリングは、ダメージを与えつつ小さい敵は引き寄せることができるので、複数の敵が待ち構えている今のような配置では重宝しそうですね。ただ、使うたびに左下の黄色いゲージを消費していく技なので、強力な分、使いどころは見極めたいですね。今、無駄にステップを踏みつつ回収したのはフレーム、いわゆる防具で、敵からの物理ダメージを軽減します。さて、引き続きエリシオン通りを進んでいきますが、まだ序盤ステージらしく、優しめな難易度で、初心者向けの配慮。あれ、急に等速に戻ったな、言った、物陰に隠れて配置されてるのなかなか悪意ありますね。さらに、画面左端に敵も見切れつつ、正面には別の敵、遠距離攻撃型に妨害されて前の敵に集中できません。高台で落下の危険性もあるため、冷静に近づきつつ、憎しみを込めて遠距離攻撃型を処理、前言撤回、ちゃんとプレイヤーを苦しませようという開発陣の工夫を感じます。そしてこれもショートカットのはしご開通、先ほどのスターゲイザーからここに戻ってくるまでの時短となりますね。さらにちょっと進むと、少し雰囲気の違う人形に遭遇、これまでの敵よりはるかに耐久力が高いようですが、殺意はそこまで高くないっぽいので、急に思い出したフェイブルアーツで攻撃、フェイブルアーツでもスタッカーが取れるため、そのまま致命攻撃、うまく倒しきれましたね。そこから進んだ先の室内には誘うように背中を向ける敵が一人、流れで正面の敵を処理しに行くと背後から襲われ大ダメージ、今の一撃で4割ぐらい HP 削られたので、敵の味方も、背後からのダメージボーナスがかなり大きいみたいですね。何か音が聞こえ、ギリギリ振り向いたので正面で受けられましたが、今のも背中で受けてたらやばいダメージ入ってそうでしたね。さらに進もうとすると、出鼻に遠距離肩から被弾、足場が細いところに集中させての銃撃に、確実に少しずつ道中が難しくなっているのを感じます。パルス電池も使い切り、しばらくは回復ができません。さらにアイテムを拾ったところで物陰からバックアタック、制作者の思い描いた通りに動かされてますね。ここはうまいこと迂回道を通り、敵の裏取りができましたが、また遠距離型がいやらしく攻撃してきます。遠距離攻撃が気になりつつも、とりあえず正面の突撃型をって言って、ちょっと軸がずれててガードできませんでしたね。これでさらに HP が削られ危険域に、
ちょっと突撃してくる人形に苦手意識持ち始めてます。しかし進路上には再び遠距離型プラス突撃型のコンビ、今度こそちゃんと正面に捉えて、ガードしきっていくようです。HP が足りなくて削り切られました。はい、前回のボス戦に続いて、今のが2回目の死亡、ライオア台となりましたね。ショートカットを開通してから、落としたエルゴを回収しに行きます。とりあえずパペットストリングを試してみましたが、意外と距離感がシビアで微妙だったのでプラン B に行こう。拾った投擲物を投げてみます。多分これが正解だったっぽいです。続いて突撃型の処理、かなりホーミングしてきますが、直前でステップ踏めば致命が入りますね。エルゴも回収できたので、冒険を続けていきましょう。倍速してますが、道中でも何度も生死の狭間を行ったり来たりしています。隠れてた突撃型にギリギリまで HP 削られつつ、遠距離型のいた高台までくまなく探索しつつ、下に降りた先は探索できないのか気になりつつ、そんなことしてたらなんかでかい敵と遭遇しました。パルス電池も枯渇した状態でのちきりまくりの初見戦闘をお楽しみください。攻撃してパルス電池を補充しようと焦ったのが敗因ですね。なんやかんやでエルゴ回収、再戦です。あれ、背後向けてるし致命取れるかな?と思ったんですが、雑魚敵以外にはダメなのかもしれませんね。殴り返されました。しっかりガード決めてから返していくのが基本ってことを思い出そうとしています。獲物の攻撃範囲がまだ分かっていないので空振りも頻発します。ここでジャスガからの、スタッカー有効、攻撃後の隙を見逃さず、致命攻撃入れていきます。しかしまだ耐えてますね、しぶとい。最後は起き上がりに連撃を叩き込んで、無事、2戦目でリベンジ成功しました。ちょっと強めの雑魚敵、初見で倒したかった感もありますね。そして、宝箱からはアミュレットを獲得。特殊な効果があるアクセサリーみたいですね。順路にはスターゲイザー、ボス戦までの中間地点に到着した頃でしょうかね。その横には行商人、新しい武器が売られているのが気になりますが、今はまだ買わずに、レベル上げにエルゴを回します。気力、技術、進化の3項目を上げました。探索に戻ると不思議な蝶を発見しました。こちらから離れるように飛んでいきます。倒すと武器強化用の貴重な素材を落としてくれました。見つけ次第倒していくのが正解みたいですね。どこからか子供を探す声も聞こえますが、クールすぎるはしごの降り方を披露しつつ、さらに進もうとすると前方には見覚えのある姿、チュートリアルの最後で戦った暴れ騎員ですね。あの頃はちょっと強敵感もありましたが、初見でないというだけで、こちらの気持ち的にはかなり強気にいけます。ガードしてからリゲインの基本に忠実な立ち回り、落ち着いて戦えていますね。楽勝をやば、アップね。ギリギリでジャスが間に合ってました。攻撃を釣り出されても、
とりあえずお願いガードを入れ込んでおけば、意外となんとかなるもんですね。覚えておきましょう。そして致命攻撃を決め、最後に追撃チョコン。順当に撃破、警棒っぽい武器ももらえました。モーション的にかなり攻撃範囲が狭そう。まだしばらく武器はこのままでいこうかな。そしてさっきの声の主がこちら。クラッド市役所で子供を探してきてほしいとの依頼でした。いわゆるサブクエスト要素ですね。ショートカットも開通して、レベルも3つ上げまして、初期武器ももう1段階強化。開通したショートカットを利用して、さらに先に進んでいきます。道中、さらに別のショートカットを開通、スターゲイザーすぐ近くのエレベーターが使えるようになりました。とか言ってる間に重量感ある扉を開き、錬金術師の橋に到着、エリシオン通りにゼペットさんを探しに来たはずなんですが、見つからないまま通りを抜けて、人形抹殺って書いてある怖い橋に来てしまいました。You and the alchemist scheming together. Tell me the truth. What's your problem? Wait. You're the devil. You can't sneak past me. Die! あ、戦う感じですか？Cursed puppet! Back again!はい、というわけでパート2はここまでとなります。